お、上がってきた。すごい音したな。どうしん。とりあえず武器や。武器や発見。ウェルカムって言ってもらいましょう。ウェルカム。なんかどうだ。お、来てくれ。やった。よし。威力マックス。3.7。限定解除ってあれ？相談数が足んねえから、もう一回だ。あ、なるほどな。で、マグナムも威力アップ。速度もアップ。ゼミオとショットガンも威力アップ。弾はどうだっけ？今どうだっけ？いや、もうやっちゃってもいいと思うけどね。あ、ちょ、ちょ、ちょうどだよ。Anytime。What are you buying？やったね。これ超いい。13発も儲かった。で、金がだいぶなくなったな。次は売らなきゃ。え、拾う？エイダからの手紙。あ、キスマーク。無造作に。プラーガの卵は孵化する前なら薬で除去できるけど、成長始めたら無理ねって。もう死ぬじゃん。多分彼女の方が先にやられると思うけど、対処方法がない場合にどうするか覚悟しておきなさい。どこにあったんだろう。下に落ちてたんじゃない。普通に落ちてたんじゃない。彼女虫にさらわれたよな確か。うん。ヘイリオン。まあ、いや、とっとと行きますか。ちょっとアイテムチェック。ないな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 。ああ、うん、てかだいぶ遠いな。つうかここでしょ。ここで終わりなんだろ。うん、ただの目的地かな。ここは、あの塔は、まあ行ってみよう。走るの怖い。なんかいる。うん、いるな。いるね。村人だ。第一村人発見。どうなんだ。普通にこれでぶっ殺していけばいいのかな。弾どんな感じなの？大丈夫な？大丈夫じゃん。とりあえずぶち壊して。こいつら節穴だからな。すっごい音したのにな。あの音で気づかなかったのに、近づいたら気づかれたんだけど。よくわかんねえな、こいつら。よくわかんねえな。火吐くんだろ。燃えている。見ろ、人がゴミのようだ。まあ普通の村人だし、ハンドガンで十分か。これ通れるかと思ったら通れねえよ。通らないのそれ。もう俺もこっからバレないように入れんのかと思ったら、全然そんなことはなかったぜっていう。行くか普通に。敵も気づくだろ。お、スピネル。お、お金。そして、タル。タル。これショットガンの弾かな。逆から。いや、ただのあれじゃない、柄じゃないのそれ。柄かい。まあ逆から回れば。くっそ、今にも飽きそうなのに。いるいる。あれ、いっぱいいるな。手榴弾かな。手榴弾だ。こういう時マインがあるとね。あ、ほんとだ、苔だ。ただの色が似てる。あ、上から、上から行くぞ。ああ、投げてくれと言わんばかりの集会だな。なんか仕掛けないのかな。ん、手榴弾かな。手榴弾だな。あるな。ただこのゲームラインがないからわかんねえんだよな。まあ適当でいいか。うん、割と範囲広いし。ほら、うん、だいぶいった。爆発したの。ありえんな。ありえんな。ありえんわ。トラリエンですわ。こう待ってたら。いっぱい来た。あ、まあ、いけるけど。うん、この間からこれが多いな。あ、お次の方。威力 3.7 だから結構なもんよ。まだ生きてる。もう一匹いけるかな。クリスカル出てないんだ。たら
はしごで倒したら寄生体出ないのかな。かな。でも死んでるな。いやー、ありえんな。ありえんわ。おっぱいを捨てろ。残ってた。こいつ火吐くやつだよ。うん、火吐くやつだな。ひどい。こいつらは悪いやつじゃない可能性もあるのにな。いやー、どうやるな。お、拾う。浮かねえ。先行手榴弾。先行手榴弾もだいぶ溜まってきたな。移動。きったね。でも先行手榴弾はやっぱり寄生虫にね使わないともったいないか、うん。お金。あの鎧のとこうまかったな先行手榴弾。もう全員出しといてチュドーンだよ。もうアイテムオッケーかな。大丈夫っぽい。まあ お宝さえ取り逃さんと大丈夫だと思う、うん、お宝さえ見逃さなかったら OK でなかったよな。うん、だいぶ奥まで行かんとない。うん、さすがにあの目的地来てこのチャプター俺はないな。短すぎるわ。最後にこの裏だっけ。ほら入れる入れる。虫じゃねえ、ヘビ。ほら違かった。これ回すやつだな明らかに。あの連打するやつだ。開きます開きます。あれ地下室。これクランク外れねえのか。クランクでアイテム枠取られるんでしょ。初代。初代つらいわ。いつ使うか分かんねえからさ。あらまだ、あそういうことか。ここで終わりは終わりなんだけどまだいけないだけだ。なんかはめ込むとこあるな。生贄を捧げよう。手入れたらいいんだよ。そしたらうわー手が抜けなーいって。真ん中に玉があるんだろ。でそれ握ったことで手が広がって。何それ。真実の口だっけ。ああ、ローマの。さあ記憶が確かならばここ多分トロッコだ。おお、いきなりなんか石碑があるんですけど覚えてる。覚えてる覚えてる。本当に？と調べたら獅子への生贄を封印すると書かれている。獅子のドアを開けるな。都合いいな。まあいいか、行ってみるか。しゃがむボタンとかないのかよ、バレにくくなる。スネークスネークスネーク。あ、あったあった。変だ。あ、レピッパパブルーだ。ベルベットブルーか。いるな。これロケランいたような気がすんな。チェンさんじゃなかったっけ。チェンさんもいたような。ロケランもいたような。残り5発か。つうか2発しかねえな。ガチャッと手前から順に殺すか。いや奥ぶっ殺して手前は普通に。あの左の建物さ、2階にさ、なんかあそこはチェンさんじゃなかった。あそこの蹴って落としてではめれた覚えがある。まあ、とりあえず行くか。はい、始まるよ。まあ、ショットガンとハンドガンで行きたいとこだね。つうかもうショットガンいくら使ってもいいしな。まあね、もうこれずっと使うし、うん、弾 99% になる予定だから。はあ、間に合った。死んでないな。アキレス腱を必要に狙う。意外に丈夫だなこいつ。おっぱいを捨てろ。まあ皮膚芸人だ。皮膚芸人来たな。燃えてもらうか、その方が楽だし。でもやピサビカディジョ。チェンさんの動画すんな。挟まれないようにね。こっち戻れるね。よし、あっ、つかアイテムの取り忘れ発見。ショットガンの弾かな、あれ落ちてんの。とりあえずこいつも燃えてもらうか。呼ぼう呼ぼう。おお、びっくりした。火吹けよ。火吹かない芸人。火吹かない芸人。松明芸人。
なんだ、何にもねえのかよ。ブンブン音出すの。ブンブン。即死だからな、チェンさんは。あ、いた。上にいるな。ライフルかな。さすがにこのタイミングだったらライフルかな。詰まってますね。まあ倒したらいいんだけどな。まあ節約しつつも、生体。これ楽でいいな。いけそうだな、このまま。よっしゃ、楽楽。だライフルの弾がなくなっちゃうな。減ったら出やすくなるんだっけ。うん、一応そんな。そんなルールなんだよ、うん。マシンペストの弾がいらんな。まあ、まだ今はアイテム欄結構。マシンペストってどうなんだろうね。使ったことないんだけど。クリティカル上げると超強いらしいよ。あ、ハンドガン強くなったな、ほんと。ハンドガン 3.7 よ、威力。無改造マグナム近くの威力あるんじゃない。いや、マグナム11サードだっけ。すげえ音してる。降りてきたんじゃない、大丈夫。怖い。もう安全にこっから。よいしょ、あった。あいつ何がしたいんだろうな。大抵の人これで倒すだろうな。終わった、終わった。音楽なくなると安心するな。じゃあちょっと、何この迷路。うわぁ、いらっ、久しぶりだな、わな。ガチャン。でもよかったわ、あれの時じゃなくて、チェーンさんと、チェーンさんと戦ってる時じゃなくて。うわ、あるある。めっちゃあるじゃねえか。こういう時ウィーバンだったら楽らしいんだけどな。振るだけで。うん。まあウィーバンやったことないけど。まあ OK かな。飛び越えたら足挟まるパターンだな、あれ。ああ、そうか。飛び越えあんのか、これ。残念。飛び越えられません。で、ここが行く道か。お、赤いの発見。飛び降りろよ。左にアイテムなかったっけ。とりあえずチェンさんの多分1万か1万5000のアイテム落ちてるだろうから。ほら、いるし、いる。ショットガンだな。使ったってどうせ回復できるし。怖えな、逆に。怖っ。これ以上近寄るのは怖いっす。強いな、ショットガン。強いな。改造できるって素晴らしい。あ、また音がする。多分この建物入ったら湧くんだろうな。あ、ちょっとレオンさん見ましたよ。起きてきた。節約節約。マシンピストル100発。ペラペラソース。あぶね。あ、巻き込んだ。そんなにいたか。ショットガンだな。ショットガンだ。ちょっとダメージもやばい。安全回復しとこう一個。組み合わせ。ショットガン入ります。思ったよりいたな。ちゃ。僕レオン平行移動できないの。うわ、出た出た。蹴りに行くと危ないからね。思ったよりいたな。やっぱこういう時ショットガン楽だな、うん、昔のショットガン超弱かったからさ、威力3ぐらいだったはずだぞ。まあそれもね、このセミオートショットガンを鍛えるために節約してたんだよ。それまでがしんどい。お、これか。いい音したな。結構来るな。どうしようかな。オッケー。登ってきてる。えい。ああ。
飛び降りれるけどな、こっち普通に降りた方がいいんじゃないかな、挟まれるし、普通にここで戦う方が多分。あれな、みんなろくなもん持ってねえじゃん、丸腰のやつ相手に。ロヘンゴー、そっち、平行移動したいっす、平行移動。やっぱ寄生体ダメージでかいな。上から来てる、上から来るぞ。っていうかこれあれだよね、ショットガンの弾増やしたらいいんだから、これ使った方がいいよな。全部使っちゃう。おお、やっぱ吹き飛ばしが強いわ。ノックバック超強い。その奥に弾あったと思う、まっすぐ弾、うん、ああこの迷路のとこね、うん、その奥、ここ右ね。いや、後ろ、まあ待って、ここも行っとこう。あら当たってない、当たり判定。あ、なんか落ちてるな、うん、アイテムはキュン。一発目で、あ、地下もある、そういうのもあるのか。ベルベットブルー、あれ、こっちが行く道だっけ、わかんねえや。あ、ここ、こいつんちなんやろ、今、上がれよって言ってくれたよ。皮膚芸人だ、皮膚芸人かな、吹いてくれるかな、吹いてくれるかな。うち、ふう、これはアイテムだな、杖だ、至高のロッド、究極のロッドとかあんのかな。おいしんぼ、音楽が、おお、来た来た、皮膚芸人ほんと芸人だな、あれ撃つなよ、絶対に撃つなよ。どっから湧いたんだこいつ、だいぶ奥で湧いて走ってきただけだろ。ここのあのアイテム取りに来たやつに逆襲する、この裏、なるほど、そのまっすぐ、こっち、右、うん、そのまっすぐ、この細いとこ、なんかなかったですね、左、これはないんじゃないかな、見えたんやけどな、遠くからアイテム、気のせいじゃないんですかね、なさそうだぜ。え、向こうから見えたけどな、こっちから、うん、最初入って、ああ一番初めってこと、ね、入ってったとこから見えたけどな、でもないぜ。もうちょっとこのね、上下の枠がねなければいいんだけど、うん、まあ見てる人はこの上下の枠カットしてるから分かんないだろうけど、取ったんかな、もしかして。もうちょっと視界広くてもいいよねって思うな、勝利落ちの問題じゃん。うん、まあしょうがない、よし、鍵が、ここのドアは無理そうだよね、さすがに鍵ないと、うんうん、もう鍵とかなくても明らかにいけるじゃんってドア結構あるからさ。あートロッコだな、トロッコで、ちょっとやばいのがあれだな、ライフルがないんだよな、あと2発しか。あー、しゃあないな、ハンドガンで乗り切るか、ハンドガンで乗り切るしかない。これがライフルの弾ならダメだった、白い手榴弾、手榴弾はさすがに役立たんだろうしな、トロッコではな。うわ違う、ダクソだったら下に血痕大量にありそう。どうだったっけ、ここ上に打つとこあるんじゃないの、確認しとこうかな。あ、あるわ、先壊していいのか、いやダメだと思うけど、ダメだ、うん、判定ないよね、よしが、はぁ下にサソリみたいなのもいない、なんかいたけど、まあ止めるの、まあ食らってもどうせダメージだろうし、はぁ結構割となダメージ、割となダメージ出たな。ショットガンでとりあえずこいつ殺してからの方がいいかな、割といるし、2匹か、倒せたな、よし、音楽がすごい焦らせてきおるわ。どこだどこだ、残り
そこだ。止まるタイプでよかった。時々止まらないタイプあるもんな。よくやろって、あの QT が出ないでしょ。いやいや、そうやって、あの脱出しろって。ああ、ひい、お金じゃ、手作りじゃ。あんまり高くない。もう戻れねえんだけどさ、ほら。パサ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 。もうハンドガンはどうでもいいや。常にマックス補充。ん？何にもないのか。何にもないな。あれ？ベルベットブルー。言うほど青くない。お、スピネル。スピネル。いや。よしよし。さあ、体力もあと2個ぐらいか、黄色。お、拾う？ん？ん？本当だ。なんか出たな。あ、スピネル。ってことは、もしかして、ここも？そんなこと甘くないか。一応光ってるっしょ。見えてなかっただけで。足元すぎんだよね。ないね。ないね。上か。あ。あれ？燃やすやつ。違うわ。行かないわ。ただの明かりだ。うん。行かないね。判定がない。ただの明かりだな。で、こんなグダグダしてるうちにほら光ったんじゃないかっき。はい。光った？気のせいです。どうやら気のせいのようです。目がやばい。目がチカチカする。さあ行きますか。トロッコだな。とりあえずあれはないね。うん、行っちゃって問題ないわけだな、うん、取り逃しとかはなさそうだ。基本ハンドガンだな。トロッコ中のってアイテム回収できないもんね。消費するだけだからさ。乗り込んできた雑魚倒したらできた気がするんだけど、ショットガン、しょうがないね。1回ぐらいはしとくか。補充。2発しかなくて。そうだね。死ぬ方が怖いわ。で、ここで使っちまって、次行く前に武器商人とか戻ってもいいな。近かったし。次の時いるかどうかわかんないもんな。まあ、その辺はトロッコ終わってから。懐かしい！あったね。おお、あれ登れない。あれ撃つんだよ。撃つんだか。走った方がいいんじゃねって気もする。なぜかこっから撃つとレバーが入るって意味がわからん。とりあえず真ん中にいるいる。これ乗した方がいいんだよね。まあアイテム回収的にはな。え？引かれたよ。引かれたね。後ろにいるんじゃない？うん。あー、これはこれはきつい。蹴る。さらに飛び越える。振り向け。早めに。こいつらバカだな。何匹か引かれてるんで。当たってねえな。当たらん。ショットガンで行こう。うん、やっぱショットガン回ってるやつ嫌だな。全員まとめてぶっとべい。寄生虫終わらしたいんだけど終わんねえな。あれ起き上がんないよね。これしゃがむんじゃなくて LR だっけ。あ、死んだ。勝手に死んでくれた。来てる来てる。止めやがった。止めやがった。チェンさんいる。ユーゲームだ。あら、こんなところに手榴弾が。ここに入ったら泣くな。ほ、危ねえ、危ねえ。よしよし、いいよいいよ。いい感じ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 。爆発爆発。うお、これ全員倒したらだっけ。撃たなきゃ一生だっけ。いや、湧かなくなると思うけどな。とりあえずチェンさんを。チェンさん倒しちゃいたいな。初演でも投げる。大丈夫だな。初演ぶち込んでからショットガンもう一補充したいな。ほらよ。ええとこ行ったな。ええとこ行った、ええとこ行った。これちょっと近場の倒すのに使って。うわあ、寄生体だ。ああ、食らっちゃった。とっととくたばれ。
まただよ。勝手に動いたな。おいしい。これ無限ループじゃなかったっけ。あ、終わった。はい、ペラペラソースはいいよ。危ね。うわ、ちょいてちょいて。ちょいて。赤いのない。救急スプレー。緊急スプレー。まあ、緊急だったけど。いい。攻撃来てた。チェンさん来てる。やばいな。ちょっと前怖いな。きつい。後ろ行きたい。消炎か。うん。とりあえず消炎でもらうぞ。おい。あれ？あ、近場の。あれ？よしよし。行った。結構。一番前がちょっと嫌なんだ。死んだな。死んでないじゃないの？死んでない。とりあえず後ろに行っておきたい。死んだか。あ、死んでないね。死んでないな。これ直撃するんだろう。ミロチェンさんがゴミのようだ。ショットガンの弾もちょっと残りわずかだな。お、今度こそ死んだっぽいな。これ嫌だな。生体、ショットガン、3発か。あ、弾。うん、まあ、いいんじゃない。ショットガン使うか。しゃあないでしょ。どういうこと？これなんかあれだな。いろいろ位置がおかしい。判定が。死ぬか一匹。はあ。おお。やっぱそんなのあったな。よく間に合った。いや俺普通にそろそろ来るかなって思っただけ。あのしゃがむが。ああ。そしたら飛び込むだった。これ全然覚えてなかったわ。そういやあったわ。きつかったな。見てよ、すごい距離飛んだよ。ショットガンもったいなかったな。もったいないな。ちょっと地図をチェックしてみましょう。あ、ここ2種類左の方が近かったのかな。結構な距離移動したな。いや、あのぐるぐる回って下に降りた場所ね。あそこって。あそこそうかな。プレイしてたらそこまで頭回んねえよっていう。やった、とりあえずゲット。ここ売ろうぜ。武器商人に売ろうぜ。多分積むけど。あれかな、ドラクエの鍛冶屋みたいにさ、とんでもない、そんな大事なものは買い取れませんよって言われるのかな。これあそこに戻るんだっけ。戻ったはず。何？戻ってきてるね。あれ、ここ行ったとこだよな。明らかに同じとこじゃない気がするんだけど。はめ込むとこだね。はめ込むとこだな。ああ、ショットガン補充してなかったら今から改造してもらいに行くのにな。アイテムも大体取れてるか。まあ、宝さえ逃してなかったらいいよな。うん、そっちじゃないんじゃない？うん、こっちじゃない。右？うん。うん、ここがあれ、ショットガンと勘違いしたとこだな。まあ、いいか。宝もないしな。うん、宝ないし、いいか。燃えている。なんか光らんかった。気のせいか。さっきから目やべんじゃねえの。やばいな。多分これあれモニターについてるゴミのせいかな。一回拭くか。なんか光った。よし、大丈夫そうだ。調べる。開かない。生贄を捧げよう。生贄のモニュメント。まぶしい。よし、エレベーター操作する。上か。そうか、塔があったもんね。下はさっき回ったもんな。よーし、4の3クリア。命中率悪かったな今回。連打したからな。うん、死にたくなかったか。